さあどうでしょうか、どういう感じになってますでしょうか、軽く説明をお願いします。そんな感じになりました。はい、まあ、最終日なんですけどえ最終日、はい、準備のシーンから飛びに飛んでもう最終日ですか。はい、最終日というか終了しました。はい、はい、最終日の最終です。終わりましたってことね、うん、だからまあ来れてない人というかそういう人向けにどんな感じかツアーみたいな感じでしたいと思います。事後報告で、はい、タイトルは、はい、Who are you ということで、Who are you、はい、まあ、ニュアンスはこれ、ね、まあ、何者なんだっていうニュアンスですね。はいはい、まあ、これここも、まあ、ここも書いてるし、あ、ほんまや、あ、まあ、ところどころに散りばめられたここも書いてるし、あ、いい、あ、なるほどね。これはもうその学歴のなさをここでこう体現してるわけね。この大文字と小文字と小文字がもう入り浸ってる感じ。まあなんか見てもらったら分かると思うんですけど、はい、植物なんか動物なんかドラゴンなんか分からん生き物をいっぱい書きました。こいつらに対しての風合いよ、こいつらに対しての風合いよ。なるほどなるほど、うん、でまあメインの壁はここかな。はいはいはい、うん、このね12枚の絵、そうそうそう、植木鉢に入ってるやつもあるし。なるほどね。尻尾がハーテン、あ、ほんまや、それのついが、はい、右下ぐらいで、あ、ほんまや、あえて斜め対角線上にね尻尾がそれ2連のピースマークです。これはあれやんな、Gドラゴンのブランドのマークやんな。ピースマイナスなのちゃう、あ、ちゃうんか。で、これは、はい、ジャングルでトカゲを見つけた、はいはい、捕食すんねん、奥のやつが手前のトカゲ。あ、そういうこと、あ、えー、なるほどね。じゃあカニバライゼーションが起きるわけか、ここで。分からんけど、でもそのビックリマークは RPG 的な見つけたみたいな。そうそうそう。じゃあ長沢の中ですごい設定が出来上がっているというよりかは、こう見る人の感じ方によってこいつらが一体何者なのか。そう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 、こんなヒットチックなのもおるし、まあ、そもそも別の惑星の話の絵やから、うん、え、これって小峠じゃないの。小峠っぽいけど、うん、タモじゃないんや。タモちゃうやん。これ人類よく着てるやん。ほんまや。でもなんかこいつはなんか確かに司令官というかオフィサーな感じがするな。開拓していく感じやん、こいつが自然を取り壊して、うん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 、でもこいつも緑やけどな、それで、まあ、その星の人やから。あ、なるほど、まあ、人間と一緒やん。なるほどね、うん、はい、なんか一風変わった、うん、植木鉢から生えてるみたいな、まあ、半分あの植物がモチーフやから、そう、栄養剤みたいに刺さってるやんか、はい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 、その代わりに赤と青を刺して紫が生えてるんだけど、ほんま、きなくりどんローズとターコイズブルーで、めちゃめちゃ思想強い、色強い、色の名前思想強い、まあ、こっちは無難に緑やからエメラルドグリーンが刺さってるけど、これあれですよね、俺が長沢に土拾ってこいとだけ言われて三宮中を駆け回ってやっと土拾ってきたという。そうそうそう、三宮に土なんかないですから、ね、この時代全部コンクリやもん、ね、はい、えぐいですよコンクリートジャンク。で、これが伝説のイニシャルシリーズの G、 イニシャルシリーズの G、 今回は G だけしか見てない。俺ずっとさ、これでさ、なんかこの向きでさ、なんか口パッチの受精卵かなと思ってたんで、ちゃうんですよ。向き別にこのままでいいやろ、それ。で、これ。はい、これ、ノットプラント。これ一番気に入ってる、正直。近くで見たらこんな感じなんですよ、実はディテールもね。かなり細かいやろ。こいつらが、まあ、俺らすごいじゃないよって言うて、ただそれだけの家やけど。じゃあ、その、プーアーユーって言いながらのヒントとして、植物じゃないっていうヒントだけが与えられてるんや。そうそうそう。で、こっちの壁。これが、プーアーユーっていう作品やね。ちなみにだいぶ大きいですね、これちょっと分かりにくいね、なやまちゃんにちょっと立ってもらっていい。ただ俺な、身長100センチしかないから、身長1やまちゃんこれぐらいだとしたら10分の6やまちゃんぐらいある、だから80センチぐらいはあります。そんなに俺のこと1メートルカウンターですね。168やから、あの、大きい絵ですね。この絵は、ずっと絵描いてる時に、横に置いてて、なんか、ごとに描くみたいな。なるほどね。ちょっと触っては、なんか、ほぐす。はいはいはい。感じで、はい。そうそう。まあ、いいな、こんな感じ。まあ、ちょっとずーつ、こう、描き込んでいった絵なんだね。いい線、いい線、いい線。あ、いい線、いい線。いい線、いい線、いい線。なんだ、その、いい線、いい線。嫌な部下。いい線、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 いい線。で、両サイドが、うん。うわ、アヌビスみたいになってるわけか、ここ。そう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 。右大臣さらに。右大臣さらに。クコン、サコンみたいなことや。賢者系やろ、賢者。賢者ね。はいはい。はいはい、じゃあ、まあ、比較的貴族に近い人たち、この。そうそうそう。最初はこんな感じや。植木鉢から生えて。はいはいはい。はいはい、ただ、あの、この二人だけ足やん。ほんまや。ほんまや。だけ足ないねん、みんな。確かになんか四足歩行感もあるもん。うん、あっても。そうそうそう。で、こっちはドラゴンのステッキ、うん、で、あっちのやつはピースの杖を、これあれ G ドラゴンのブランドのマークや、こんな杖出したいよ、いらんやろ、買うもお前だけやんけ。
はい、あ、これはだからフライヤーの絵ですよね。まあ、身長測ってる絵。そうだよね。裏可愛いよね。ほんまや、同じもんがあるんだよ。なんか漫画家のさ、あれみたいや、色紙みたい、色紙みたい、伸びたかな、うん、で、まあこの辺はスケッチですね。まあなんか、あのアイディア出すにスケッチして、まあそうね、から、まあ、作品作りするからメモみたいな感じで、ね、そうそうそう、可愛い、こういうスケッチをベースになんかいいなと思ったのを鉛筆ですか、これ。かわいい、うん、この辺はもう、はい、白のキャンバスにペンで殴り出す系の長さの絵は本来こっちのスタイルな気もしますな。あ、そうですね、なんか、うん、あんな落書きがベースやから、まあこれをなんかキャンバスの作品にしたいなと思って描いたの、こんな。なるほどね、うん、まあ、ほんでこれが元の設計図というか、はいはいはい、うん、これがこれになってる、うん、いや、これね、こう引いて見た時の長さが言っててんけど、キャンバスのホワイトバランスが勝手に調整されて、カメラ越しですっごいなんかね、いい絵に見えるように、誤解を恐れず言うと、なんかパキッとしてる。あ、ほんまや、なんか全然実際見るのとちゃうな。そうやね。へぇ、面白い、うん。なんか、美味しいですよね。下足りてないなぁ。はい。まあ僕らはきっと今後も、彼のことを忘れないですし、うん、彼の死んでない、もう、え、確かに家の持ち方やからちゃうんか、ゆうすけ死んでないか、ゆうすけ死んでない、来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、あと手伝ってくれた方とかギャラリーの方とか関わってくれたレジを売ってくれた湯沢屋の店員の皆さん、レジの湯沢屋の方とかちょっと遠いな、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、あの大学生活の終わりのラストの3月に、まあ、こんな展示ができたのはすごく恵まれてたかなと思います。そうですね、うん、はい、まあ、僕たちはこれからもなんか、まあ、絵の活動やったり、あの YouTube とかもまあ頑張っていこうと思うので、うん、はい、これから新生活、うん、お互い頑張っていきましょう。めっちゃ真剣に聞いてる、はい、いや、おるけどこの NHK のドキュメンタリー番組系のカメラマンの後ろでこううなずいてくれる人、何でピンとけおるか、それカメラだけにピンとけえへんやんけ、うん、はい、はい、本当に来てくれた皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、本当に重ね重ねね、はい、まあ応援したいなと思った方は、うん、チャンネル登録とほんでグッドボタンとよろしくお願いします、うん、ということで次回の動画でお会いしましょう。お疲れでしたー。